Hi everyone! How's it going? MCA 正会話のノアです。食べ物シリーズ第2弾になりまして、今回は果物 Fruits を紹介したいと思います。では早速、まずは定番の Fruits ですね。リンゴ、英語では Apple。 そしてバナナ、イントネーションが違います。 Banana。そしてみんな大好きいちご、英語ではストロベリー。でベリーっていうね、名前がつく果物いっぱいあると思うんですね。例えばクランベリーとかブルーベリーとか、ラズベリー、基本全部ベリーで終わります。では続いてちょっと高級なイメージのあるメロン、メロンは英語でそのままメロンっていう場合とカンタロープっていうのがあります。なんとなくカンタロープイメージ、中身が黄色オレンジのような感じのメロンの印象ですけどね。そしてスイカ、英語ではワーターメロン。そしてサクランボ、英語ではチェリー。そして桃、英語ではピーチ。南国のイメージのあるマンゴーはマンゴー。ちょっと酸っぱいやつですね。レモンは英語でレモン。レモンじゃなくレメン、メの音の方が近いですね。レモン。そしてキウイ、キウイはもうほぼほぼそのままです。キウイ。同じくパイナップルもパイナップル。あとちょっと南国つながりで言うとパパイヤ、は英語でもパパイヤ、などなど、ちょっとこう英語と日本語ほとんど発音が変わらないものもたくさんあります。そして秋になると、柿よく食べますよね。英語ではパーシモン。続いてブドウ、英語ではグレープス。1個だけだったらグレープなんですけど、だいたいこう房になってていっぱい実があるのでグレープス、 S つけて複数形にする場合が多いです。で、グレープつながりで言ったら、グレープフルーツありますよね。こちらも英語ではグレープフルーツ。そして、グレープとグレープフルーツ、見た目そんなに似てないのになんで同じグレープっていう名前がついてるのかなってちょっと不思議に思って調べてみましたら、グレープフルーツがどうやら木にこうなってる時ってこう房状になるらしいんですね。だからポコポコってなってて、それがパッと見ブドウとすごく似てるので、それでグレープフルーツっていう名前がついたらしいです。そしてみかん、英語ではオレンジ。ただなんかオレンジっていうとなんでしょう、カリフォルニア産のね、こうちょっと大きめのいわゆるオレンジのイメージなんですけれども、日本の冬場に食べる冬みかんのこうちっちゃいやつありますよね。あっちはオレンジっていうよりかはタンジェリンとか、もしくはマンダリンオレンジとか、なんかちょっとそっち系の名前の印象がありますね。タンジェリン、マンダリンオレンジ、マンダリンオレンジ。なので、ちょっとこうみかんの種類によってもいろんな言い方があったりするんですけど、はい、ちなみに I love tangerines。 いかがだったでしょうか。以上が、主な、フルーツの紹介でした。フルーツもね、まだまだたくさんいろいろあるんですけれども、結構知ってましたかね。なかなか意外と知らないね、柿、パーシモンとかもあったと思うんですが、また次回も食べ物シリーズ続きますので Please look forward to watching the next YouTube lesson. Alright, see you again!